8月2日ヤクルト戦、初回に逆転ツーランを放つと、5回にもソロホームラン。続く3日のヤクルト戦でも先制アーチ。さらに勝ち越しの一発を放ち、2試合連続の2本塁打をマーク。圧巻だったのは6日の広島戦。初回の先制ツーランを皮切りに1試合3発の大爆発。18日広島戦では9回に決勝のタイムリーツーベース。27日阪神戦でも8回に勝ち越しタイムリーを放ち、チームを勝利に導きました。試合を決める活躍で主砲の存在感を発揮し続けた岡本和真選手が読売ジャイアンツ代表選手に選ばれました。ね、大活躍といいますか、もう、はい、まあ、バンテリンドームでも結構大きなファールだとか球が上がると本当にスタンド入るなっていう感じでね、見てたんですけど、高橋さん、何がこんなにいいんですかね。ねえ、何、僕12本もこんなホームランが出るって、うん、僕らも全然考えられないんですけども、でも珍しくね、なんか岡本にしては今シーズン引っ張るホームラン多いんですよね。ほとんど引っ張りなんですよね、うん、どちらかというと反対方向のホームランが今まで多かったと思うんですけど、まあ、それぐらいでも触れてるというか、うん、今シーズンずっと体にキレがあるのかなって、触れてるんだろうなというのは思いますよね、うん、ありがとうございます、はい、ジェラセリーグアワード、各試合で最も勝利に貢献した選手を球団ツイッターにて発表。そしてライブ配信でレジェンド OB が月間大賞を決定。野球ファンを釘付けに。ジェラセリーグアワード。